よいしょ。あ、お疲れです。はい、お疲れ。お疲れです。ないみたいね、なんか連絡始める直前に既読が2になったのは気づいた。明けましておめでとうございます。そうなんですよ、直接ができてないんで明けましておめでとうございます。私もよろしくお願いします。あ、どうもよろしくお願いします。本当はこれ4人でしたいんですけど。知らないね。熊本城は閉まってたからさ。書いてたね。でも何度かまでは。もともとそんなに客も来てなかったからね。しょうがないよ。GoTo がストップした段階でね。おこの頭は。おお、それ。受けましておめでとう。ありがとうございます。お、偉いなよ。ひげ生えましたな。ワイルドだった。ん？ヒゲだね、ワイルドになったね。ちょっとね、揃ってやめて。そろそろ。Lちゃん。いや、どうするよ。3人は揃ったから、それなりに何かしましょう。分からんけど。4人おる手だったんで、しょうがないね。そうだね。仕事や。多分出とるね。熊本城は晴れてたもんね。ちょっと弱体だもんな。今博物館が空いてるから、博物館のちょっと売り上げとかそういう、なんかネットの販売とかはあるけど、ね、動物園が閉まっとるけんね。あ、動物園も閉まっとる。結構厳しいよね。やばいね。もう閉まったもんな、8時でね。どこで。そうそう、飲食もね、8時までだし。もう大津も閉まっとったよ。あ、そう。いや、もう、前傾なんてね、しょうがないわ。まあ、別に家で飲んでてもいいんだけどね。いや、もう余裕だろう、自宅待機なら。飲んだくらい狙ってもいいってことか。エルちゃん。いや、まあ、やって、俺もマジで。結構伸びたね。伸びたよ、これ。伸びたよ。もう、ちょっと、ボンバースだった、俺。うん。伸びてる。何も言われんけやですね。誰も何も言わん。武将隊に入れるんじゃない？あ、武将隊だろ。今枠ないもんね。なんで枠ないの？武将も多分なんか役でいけるんじゃない？役ない役だよね。やばい役は嫌だ。武将隊でね、なんかセリフとか覚えなくて。仕事のやつは全部台本があるけ。マジで、なんとかなんてことだって言わんと。それも、まあ、言葉遣いもそうだけど、あとまあ、熊本城の歴史は全部知らんとね、あって。あ、もう、そうでもいいね。加藤清正の方が後開けてくれって。いや、無理よ。清正さんも10年だけね。いや、一番いいとこ。いいとこだね。あの、もう、逆にやりたがらみんなが。あ、もう顔が売れとるよね。もう固定しとるし、あの人の知識についていけんあれも。10年やってるんだ。10年だ。そうね、あの人って思うもんね、もう武将隊って。そうそうそう。もう無理よ。足軽で入れて。足軽ぐらいならいいじゃん。マネージャーぐらいなら。マネージャー？マネージャー。でも恥よね、あれ。ピンカーの前で、そういうの喋らないんだよ。裏方でしょ？そうそう。音響したりとか。ドライバーとか。ああ、ドライバー。どっか出張するわけ。会社から熊本城とか、あとイベント会場とか、部署は運転せんけ。あの頃運転しちゃったらやばそうだね。やばい。何回かやっぱ臨時でやるけどね。ああ、あの頃そうだね。あの、マネージャーが足らなくて。はい、あ、ええね。楽しそうだね、この仕事も。部署についてみて、やっぱファンの方が覚えるって。マネージャーも OK です。ああ、それはいかんね。あなたはいけとんのに困るわ。大丈夫だぞ。大丈夫ぞ。もう失敗していいと思うけどね。ヒゲがちょっといかんね。ヒゲがいいよ。状態はヒゲがいいって。みんなヒゲ好きだから大丈夫。あれ、ヒゲだよ、他の人だと。ヒゲが入ってるよね。伸ばしてる、ちゃんと。髪も。あ、そうっすか。あ、自分で言っとるっすね、ヒゲだね。自分で言っとるよ。相撲と一緒で、大吟醸を言うまでは、伸ばしてる。大変ですな。大変よ、もう武将も。今ほら、どこにあるの？城西遠門、今、お休み。
もとげ自作対局招待も。楽しいね。もう籠城中、籠城。その時どうしてんの、あの人だけ。普通の人でしょ、もちろん。普通だと思うよ。まあでも、映像の仕事とかラジオがあるけんね。伝えるの、仮の月に1回か2回ぐらいのやつは。生放送でしょ、ラスト。エルちゃん。もう同窓会あんの、今年は。もうなかろうね、コロナでは。いや、知らんのね。これでするとか言わんよね。いやこれでするんだったら30億ぐらいで。ちっちゃくなるんじゃない？見えんよ。アニメまでこれいけんの？LINE はちょっとわかんない。Zoom の方は確か100人ぐらいはいけるはずだよ。そんないけるんだ。確か。でも、どこに Zoom がかもわからんよ。わからんわからん。多分もう、豆粒ぐらいになるから。ね、まあ、参加して10人ぐらいだと思うけどね。そうね。うん、まあでもまだ、オンラインならね、手軽にできる感じはするよね。うん、消えたよ。消えたよ。どうした？話しながら終わったよ。いや、なんかね、今年も落ち着いたらいろいろね、詰まりたいけどね。難しいね。ねえ。うん。どうにかできんかね、これ。お、帰ってきた。お帰り。ただいま。エルちゃん。聞いてくださいよ。今月本当に一番俺はショックだったことがあるんですから。今月まだ20日ぐらい。はい。残り何日だったんですよ。もう俺が何年と待ち続けていたやつがあと何日で公開だったわけですよ。エヴァ。エヴァ。エヴァンゲリオン。エヴァ。緊急事態宣言のために延期しますってなって。多分ガンダムもあれを伸びるよ。うん、ああ、ハサウェイか。ハサウェイが映画のある。はい、三部作じゃなかった？そうそう。エルちゃん。2月過ぎたけんってさ、あの解除になるかわからんもんね。だから伸びるね。伸びる方が強いんじゃない？今年はもうイベントできんのじゃない？いろいろでイベントできんのね。全部ダメでしょう。なんかでかいイベントあるぞ。ね、うん。4月26日に天守閣の中にも入れるようになるよ。おお、うん。でもイベントを組みたいけど、多分今じゃ無理かなっていう。うん、厳しいね。でもやっぱ観光地はやっぱ封鎖せんことにはね、うん、遊びに来るやつがおるけ、うん、来ちゃうもんね。そう、全国から来るとまずいからね。エルちゃん来ればね、せっかく今期から始まったアニメの話でも喋らせようかと思ったのに。エルちゃんもうちょっと、ね、年齢の時間が来たの俺はこれ。あーそうね、そうね、わかるわかる。また4人で揃った時にでもちゃんとなんだかんだしたいと思います。そう、ね、また改めてね。はい、じゃあ今日はすいません、ありがとうございます。いいんじゃね、また。はい、また。